長リチャード。はい。あ、どうもこんにちは、いらっしゃいませ。ピアノ .com にお越しいただきましてありがとうございます。もうこんなの工房ですけれども、よかったら作業内容を今日は見ていってください。どうぞよろしくお願いします。酸化水素水っていうのは劇薬です、はい、ですから手につくともう1週間はもう火傷した状態、もう真っ白になって痛い痛いです、針を刺すように、はい、ですから劇薬ですので、はい、一般の方は絶対に真似をしないように、はい、ね、わかりました。矢印をつけて、はい、真似をしないように、はい、変わってく自分に戸惑いながら笑顔にときめいていた。初めて小さな肩を抱きしめたとき、君に恋してることに気がついた。あの日と同じここにいるのに、心締め付けられるのはなぜだ。ピアノ屋.com では普段どのようにピアノの整備をしているかを今日はご覧いただきたいと思います。会いたくて胸に込み上げてくる。こらえていた。
こうを次のこうを開けます。歩いても歩いても見えない明かり、叫んでも叫んでも届かない思い。あの出会いがなければ今頃何をしているだろう。果てしない闇をまださまよう。このように変色したものは、張り替えが必要です。こういう部分にこう張り替えをします。歩き続ければ道になる。かけてみた自分を信じかけてみた。見えてきた「ありがとう」の言葉がいつか笑顔の数だけ増えて、このように虫食い被害になりますと鍵盤の高さがバラバラになります。弦が錆びてる場合は錆び取りを。低音源の色が違うのは銅線を巻いてあります。弦を太くすることによって低い音が出ます。コマという部品です。弦の振動が裏側の響板に伝わりまして大きな音が出るような構造になっています。ヒッチピンと言います。で、弦をたすき書きにしてあります。ループ状に弦はかけてあるんですよ。これをチューニングピンと言います。これで調律をします。これを回すことによって音を高くしたり低くしたりして調律をします。この金色の部分はフレーム、骨格ですね。人間でいうと骨格ですね。ピアノが重いのはこれが重いからなんですね。この1台のピアノに20トンほどの弦の力がかかっております。つまり普通乗用車が20台この弦にぶら下がっているという感覚です。はい、ここにはグランドピアノのアクションの一部、それからアップライトピアノのアクションがございますけども、まあ、全然構造的にはね違います。そして、このハンマーの動き方なんですけども、グランドピアノは下から上に叩きますのでね、引力で落ちます。まあ、それもありましてグランドピアノは1秒間に1つの音を こういう弾き方しますよね。その時に14回ほど叩けると言われています。アップライトピアノはですね、こう叩いたものを戻さないといけませんので、1秒間に7回8回ぐらいしか連打ができないと言われております。そしてどうやって戻すかと言いますと、弦を叩いた後ここに、紐がありますよね。ここの紐、この紐の力で戻す、これが一つの方法。そしてもう一つは裏をご覧いただきたいんですけども、
裏側のところはですね、このような構造になっておりまして、ハンマーが弦を叩いた後、先ほどの紐で引っ張る、それからもう一つここにバネがついています。このバネの力で戻すわけなんですね。その2つの方法で、元の状態に戻す。それでも1秒間に7回しか連打ができないというのがアップライトの構造なんですけどね。ですから音大生はもうグランドルナイトっていうのはね、そういうことなんですね。ただこのピアノはですね、実は昭和48年製のピアノなんですけども、ここの、バネをかけている紐がですね、もう朽ちてしまって、切れてしまってるわけですね。何本かありますね。このように切れてしまっています。これを修理しないことには、中古ピアノとしては出荷ができないんですね。連打ができないですから。ですからこのバットフレンジコード、これがバットっていうね、これはフレンジっていう名称です。バットフレンジを引っ張るコード、紐ですね、というこういう名称があるわけです。この修理をきちんとした上で、出荷をしております。これがバットフレンジコードの修理というものですね。